行って。オッケーかな。よし。ちょっと今日は、あれ意外と、マジか。あれ、意外とあったかいし。なんか、アレクサに聞いたら、ちょっと、こういうところに、アレクサに聞いたらね、結構、ちょっと待ってくださいね。アレクサがね、天気予報を聞いたら昨日よりも、あれでも実際寒いのかな。なんか昨日より2度ぐらい温度下がってたから、この時点での温度が、昨日9度って朝言ってたの。あ、でも寒いわ。9度が今日なんか7度になってたから、これはさすがにやばいと思って、今日はあの WWDC 確か2015年ぐらいにもらった、結構ねウィンドブレーカーというよりはもうなんか結構防寒ジャケットみたいになってる、なんか分厚い生地の、ジャケット。これ結構ちょっと映る、こんなやつを着て、これでもう完全に、防寒できてるだろうと思って来たら、意外と寒くないんじゃんって思ったんだけど、やっぱり寒かったっていう、そういうオチですね。よし。ということで、寒い。手が寒いんだよね。何せ手が寒いって。取れてるよね。もうなんかふと電源を触ってしまう時がたまにあるからね。この間半日っていうか、行きの分丸ストカに丸々行きの分のドリ散歩取れてないで、盛大に独り言でただ話してただけっていう時があったからね。あれ結構切ない。後でね、もうずっとただただ独り言を言っていた、そういうおっさんですよ。もう今日は話すことは一つで、ファイナルカットプロというか Mac に復帰しました。イエーイ、パチ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 。Mac を久々に、まあもちろんちょいちょい Mac 使うことあるんだけど、ちゃんとした目的を持って Mac をがっつり使おうという気分になったのは、結構もう自作 PC 始めて何年、もう3年ぐらい経つんじゃないですか。だから、40歳になって初めて Mac を使うみたいな、そういう40代になってっていう感じかな。そういう、わ、寒いわ。やっぱ寒かったわ。何せ手が、体はいいんだけどね。そういう状況なんだけど、まあ思った理由は、このドリ散歩を聞いていただいている方だったらもうご存知だと思うんですけど、まあ、来月また出張があって、まあ、そこで、機材をどうしようかなと。やっぱ YouTube の編集もしたいし、仕事もしなきゃいけないし、だからといって、まあ、いつもみたいに、荷物いっぱい持って PC を何台も持ってとか、エイリアンウェアでもう電源だけで MacBook 1台分ぐらいの重さのある電源持って行くのも結構ね、やっぱり空港のねセキュリティこういうのめんどくさいんですよね。まあ一回っちゃ一回、一回っていうか往復一回ずつっちゃ一回ずつなんだけど、まあそういう些細なところにね、こう結構やっぱりフラストレーションがたまるので、じゃあどうしようかなと思って、あとはもう一個はまあもう少しね出張にも余裕があって、ガツガツ毎日編集ができれば、それでも持っていく価値はあるんだけど、どうしてもちょっと最近忙しくて、行ってる間は本当にまあせいぜい、3日に1回とか2日に1回とかで本当に撮ったやつを 4K、まあ、GH5 の動画をもう
最低限カットカットカットでトリムトリムトリムで、まあ、いつもも変わんないんだけど、まあ切り張りして、でカラグレももうそもそも事前に作っていつも使ってる、自分のプロファイルを、まあ、一括適用して、もう細かいシーンごとにはそんなに最適化しないみたいな、そういう運用をせざるを得ないんですよね。そう考えると、まあ、ある程度その編集を割り切ればそこまで PC のパフォーマンスはなくてもいいかなと思って、いろいろ Surface Book 2がいいかなとか、もうちょっと NVIDIA のもう 1080とは言わないから 1050、1060 でもいいから、最低限 GPU が乗ってて、まあ、4K の動画を取り込んでサクサクとトリミングできるぐらいの、機材があればいいかなと思ってたんですけど、でそれなんか物色してたんですけど、そしたら昨日ねドリ散歩でそのことをまた話してたら、あそういや MacBook で Final Cut Pro ってどうなんだろうってふと急に思い出して、まあ Apple のやっぱ最大の強みはソフトウェアとまあハードウェアの連携なんだけど、やっぱソフトウェアを自分のハードウェアに最大限最適化できるから、やっぱそこら辺はアップルやっぱり技術も高いからやっぱりすごいんですよね。ファイナルカットはまあ他のプラットフォームと比べる術がないから、実際には Windows と比べてナンバー早いとかいうのはなくて、正確な比較はプレミアとかダヴィンチリゾルブですれば、まあいかに MacBook が非力かっていうのは分かるんだけど、ただファイナルカットはその非力の中でも、ある程度こう快適に編集できるようなソフトウェア的な工夫をいっぱいしてあるんですよね。だからそれがあったっていうのを思い出して、まあ実は MacBook でもマシンパワーははるかに弱いんだけど、まあ、ソフトウェアが最適化されたファイナルカットプロを使えば出張中の YouTube 編集ぐらいはいけるんじゃねって急に思い出したっていうところが昨日の話の、実はメインチャンネルで突然ファイナルカットを使い出したそのきっかけで、でもうねほんとそれで思い立ったら帰ってきて、とりあえず、ここに2日ぐらい撮ってたネタが編集しきれてなかったやつをまずガッと取り込んで、まあファイナルカットももう2年前ぐらいのバージョンを1回覚えようと思って、ちょっとだけ勉強したんだけど、まあ当時は YouTube もやってなくて、早々挫折したし、まあ2年3年ぐらい経ってる間にソフトウェアも全然変わっちゃってるから、まあ当時買ったライセンスがまだ生きてて、お金を払わずに追加でお金を払わずに買えたっていうところに Apple 感謝したいですけど、っていうか寒い寒いで感謝したいんですけど、ないっすよね。もう何も分からずにとりあえず勢いだけで使い始めてみて、でもやっぱりね、動画編集ソフトは大体もうある程度の勘どころを抑えたら一緒ですね。ある程度まではね、だから最低限の編集とかするまでは、まあ、なんとかね説明書も読まず、特に何も読まずにもうとりあえず勢いだけで読み込み始めてパカパカやって、まあ、もちろんもっとやりやく都合のいいやり方いっぱいあるんだろうけど、まあ、なんだかんだと昨日の動画を編集したと、まあ、1時間かからないぐらいで、まあ、あのくらいで編集できたから、まあ、悪くないんじゃないか、初回にしては悪くないんじゃないかなっていう感じで、まあ感触としては今回次の出張は確実にこれでいけるんじゃないかなという、まあ、感触を得たので、ちょっとしばらく、YouTube の動画編集をファイナルカットでやってみようかなという、まあ、ケーシーとかが動画編集サクサクできる秘密もやっぱファイナルカットにあるよなと、ちょっと MacBook でねよくやってるよなと思ったけど、もうほんと Mac で編集するんだったらファイナルカットを一択なんじゃないのっていうぐらい、まあもちろんその最近の iMac Pro とかああいう、で
Windows の最新デスクトップに負けないような環境を持ってればプレミアとかダヴィンチとか全然いけますけど、もう MacBook とか、なんせあの GPU とかまともに乗ってないようなまともに乗ってないと怒られるけど、弱いマシンだったら、まあ、ファイナルカットプロ一択だよなと思うぐらい、びっくりするぐらい快適に、下手したら僕のデスクトップのモンスターマシンでダヴィンチリゾルブで編集するよりもある意味快適なんじゃないかっていうぐらい、トリムするところはすごい快適でしたね。編集するところはね、まあ、もちろんそのやってる処理が全然違うんで、さっきも言った通り正確な比較はできないけど、なんかもう本当編集のそのアラカット、アラ編集するためだけにファイナルカット使いたいぐらいな、そういう気分になってきましたよ。あのね、やっぱりあのタイムラインのスクラブって言って、あの再生のカーソルをぐるぐる動かした時の追従性とか、あとスペースボタンを押してその再生を開始する時のこのレスポンスとかはすごい重要なんだけど、そこら辺がね、あのファイナルカットはすごい警戒、まあ多分ね、あのでしかもプロキシとか作ってなくても快適なんですよね。で多分その再生時に、プレビューで編集時の再生時は 4K だろうが何だろうが、本当のフル解像度で再生はしてなくて、解像度をかなり落として再生したりとか、いろいろソフトウェア的な最適化が効いてると思うんだけど、まあ実質編集ウィンドウなんてなんか言ったってなんか 2K ですら開いてない状態で、まあたかだかなんか 720p ぐらいの解像度で開いてるんで、まあ720に解像度落として再生してくれっても実は全然問題ないんで、あの 4K で再生しつつ無理やりスケーラーで縮小して再生してるのがよくあるパターンだと思うんですけど、そんなことやるぐらいやったらもう最初からあの720とかに落として、レコードしちゃえば処理も軽くなるみたいな、そういう最適化をね、いっぱい細かいところで入れてるんじゃないかなと推測しますが、ということで、まあ何せ、びっくりしたっていう MacBook Pro、 今のモデルでね、タッチバー付きモデルの、一応2017年モデルなのかな、それで結構サクサク 4K の、しかも昨日のやつ60フレで撮ってるから、あのまあ書き出すとき30フレームにしちゃってるんですけど、撮影時は 4K60 フレームで撮ってるから、それなりにね、GH5 の重い動画だったはずなんだけど、まあ、8ビットでは撮ってますけどね、 4K60 フレームにすると10ビット撮れないんで、最近ちょっとスローモーション、ピーターチルドレンとしてはスローモーションやりたいんで 4K60 フレームで撮るようにしてるんですけど、まあそれも相まったのかな、 4K のね 10ビットかなり重いんですよね。それが8ビットにしたっていうのも実はすごい効いてたのかもしれないけど、なのでね、これはいけるなと、次の出張は MacBook Pro 1台で完全にいけるなという、そういう手応えを感じてちょっとワクワクしてる。やっぱ MacBook 1台だと全然 PC 1台全然楽だから、まあ、むしろ日々の生産性を下げないようにどう工夫するかっていうところにあれが出てきますけど、まあでもこれ1台で完結するんだったら相当便利なんじゃないかと、そういう気分になってて、ちょっとね、出張がポジティブ前向きになってきましたよ。もう本当荷物めんどくせーとか思い出すと、もうしかも今回ないですよ、ホームポットあるからね、もうあれを持っていかなきゃいけないと思うと夢の中へ、大変なんだよ。わ、ここすごいな。そうということでね、まあ、あと、まあ、ファイナルカットプロだから何せ絶賛感動してて、最高だなとは思ってるんだけど、おっと、一応いくつか補足しておかなきゃいけないなっていうところはあって、さっきからチラチラ言ってますけど、これ誤解しちゃいけない、誤解をね
いつも招くので僕の説明不十分なんで、まあ言っておくと、これが僕がなんかもう全ての動画編集を結局またプレミアやめてダヴィンチリゾルブやめてファイナルカットに移行しますとか、またこう気が変わりましたとかいう、そういう話では決してないというところは、再度なんか喉おかしくなった、再度強調しておきたいというか、まあファイナルカットかなり今回出張に向けて、まあ分かんないですけど、ファイナルカットで全部全然できると思うんですけど、まあプロもね、プロが映画で使ってるぐらいだから、ファイナルカットだけでも全然完結できるとは思うんだけど、まあ僕の、環境としてはやっぱり、ファイナルカットかなりこう簡易的な編集に今は特化しているので、ほとんどタイムラインに映像並べてトリムして、音楽重ねて以上みたいな編集に割り切ってるのが、まあファイナルカットだけでも行ききれる理由だけど、その下準備がいくつかあって、まず一番がカラーグレーディングするための、環境ね。これはダヴィンチリゾルブで、パナソニックのルックアップテーブル、通称ラットっていうんですけど、ラットを自分なりにカスタマイズしたものをダヴィンチリゾルブで作り込んだやつを、まあラットって自分のラットをこうなんかラットファイルっていうので書き出せて、そのラット LUT はなんか標準規格があるから、大体の動画編集ソフトでその内容を、だからどういう色をどういう風に調整したっていう内容を共有できるんですよね。だからダヴィンチリゾルブで自分が作った、まあ秘伝のタレみたいな、まだ秘伝のほど寝かしてこれてないけど、タレを書き出してファイナルカットに当ててるんで、まあファイナルカットを使ってカラグレをしてないんだけど、ほぼダヴィンチでやった結果が流用できると。ただ細かい調整はもう諦めてるんで、なんか一個一個のシーンで、ダヴィンチだと結構シーンごとに細かく、ここはちょっと暗すぎた明るすぎたみたいなところを調整したりとか、あのマイクロパネル使うと結構それが効率よくパンパンいくので、ちょまちょまこう更新してますけど、まあ、そこはもう諦めてます。まあもうどのくらい効果があるかっていうと、まあなかなか自己満足的なところもあるけど、まあ楽しんでやってるんで普段はそれやってるんですけど、もうファイナルカットではそれ諦めて、一括で色当てただけで、もう細かい不満点はもう目をつぶるっていう、そういう感じでやってるのがまあ1点と、まあ音声に関してはね、ちょっと昨日のやつはもうちょっと改善の余地あるかなと思ったけど、でもあれファイナルカットの標準機能だけでノーマライズしてノイズリダクションかけてるんだけど、もうなんか普段はね、外部のプラグイン使って、加工してますけど、なんかほとんどそんな手間をかけなくても、内蔵の機能だけで十分、音そんな悪くなかったんじゃないかなと思う。そこはちょっとコメントもいただきたいんですけど、結構普通に編集が音を聞きやすくする調整ができるんじゃないかなと思って、それもびっくりしたところ。だから昨日は何にもファイナルカットで追加プラグインとかつけずに、単純に、ファイナルカットの機能だけでやったんだけど、まあ全然問題なかった。なのでそこまでを下準備しておけば結構、ファイナルカットで割り切って編集ができそうと思いましたね。だからまあ定期的に、ダヴィンチの方でやって、こう時間があるときはダヴィンチでルックアップテーブルを、磨き込んで、でちょっと、機動性が欲しいときはファイナルカットで編集するみたいな、そのやりくりがすごい良さそう。あとね、一個一番いいのはね、書き出しが YouTube にエンコードして、 YouTube に書き出しがそのまんまファイナルカットから一気にできるのは超楽。ただこれマイナス面もあって、YouTube にアップロードするときに 4K は選べるんだけど、クオリティをね 2段階でしか選べないんですよ。ベストか、なんかスピード重視か画質重視かの2つなんだけど、画質重視でアップロードしてもだいぶ画質は落ちますね。
できるだけほぼ気づかないレベルに画質をキープしようと思って、いつも結構僕60Mbps ぐらいで書き出してるけど、あれは全然多分 15Mbps ぐらいで書き出してるんじゃないかな。ちょっと確認してくればよかったけど、全然ね、クオリティはちょっと明らかに分かるレベルで劣化しちゃうんだけど、まあでも直接、まあ、出張中とかそれこそまた夜ねギリギリで編集終わってもうエンコード待ってられないぜっていう時にもうアップロードしたまんま、エンコード仕掛けたらそのまんま寝ちゃえばいけるんで、そういう意味ではでかいかもしれない。ちょっと後半に、電池が切れて、電源切れて、電源入れたら急に走り出して危険でした。たまにこのやっぱ出だしのすげえ勢いで抜かれていった。早いよねブーステッドボーダー基本めっちゃスピード出すわ。怖い寒いマジ寒いわ。なんだろう急にこの寒さ、サンフランシスコに何が起きて、人のブーステッドボードのスタイル結構参考になるよね。あんなに足を開いてしかもめっちゃすっ飛ばしてるけど、足をスタンス開いた方がスピードには耐えれるのかな。やっぱり結構ボードいっぱいに今のお兄さんは開いて乗ってましたね。僕結構前半分ぐらいで乗る派なんだけど、あんまり後ろに足を置いてないんだけど、もうまた開いた方がいいのかな。スピード出さずにタラタラ行くのが一番気持ちよくていいですもんね。朝なんかファイナルカットプロについてえらい語っていたんだけど、どこまで語ったのか忘れちゃったな。もう重複してもいいから同じ話をしようかな。重複覚悟で、まあ何せファイナルカットプロは午前中に言いたかったのは、言いたかった点をじゃあまとめよう。まとめるとファイナルカットプロは非常に MacBook Pro に、 MacBook というか非力な Mac に最適化されていて、今の、まあ、そんなに速くないって言ったんですけど、今の MacBook Pro の、まあ、最新の MacBook Pro ぐらいを使っていれば、4K の60フレの動画を基本編集するぐらいだったら十分なパフォーマンスどころか、もう結構サクサク動くよっていうのが一つ目のポイント で、二つ目のポイントはその基本編集って言ってるところで、あくまでもやっぱ凝ったことをさせれば、ちょっとまずどこまでが限界値なのか分かんないけど、多分そんなに限界値は高くないと思うんですよね。結局ある程度割り切ったことをしている分で、最適化されてるのだって、クオリティをねとのバランスをこううまく、作られてるんで、まあそこのバランスが重要ですという話で、最終的には、僕の場合は何せこっちから行ってみようかな。たまには全てのことをファイナルカットプロでやろうとしてなくて、例えば、ルックアップテーブルの作成はもうダヴィンチで済ましてるとか、まあでもそれくらい
とあれか、アフターエフェクトで作ったオープニングとかエンディングのやつはもう動画で書き出し済みだとか、そういういくつかの事前の準備をしていることで、ファイナルカットでやる作業を、まあ、最小化しているっていうところがポイントですかね。まあ、そこまでやると結構ファイナルカットプロだけで、便利にいけるよという話になるのかなと思ってます。まあ、なので、まあでもここまで来るとファイナルカットプロでどこまでいけるのかっていうのも追求してみたい気もするけど、まあそうですね、うまくなんか適材適所、結局ビデオの編集に関しても、まあだからこそこういろいろなアプリがこう相互連携して、なんかデータの互換性をこういろいろ維持してるんだと思うけど、なんか1個のアプリでやるっていうよりは結構得意なところをうまくピックアップして切り替えていくっていうのが、まあ結果現実だよね。なんかやっぱどうしても人間は、人は大きな話になるけど、何でも一つのところで全部完結したがるけど、まあリアルワールドではなかなかそんなことは難しくて、適材適所という言葉が非常に効いてくるんですが、まあ動画の編集も同じことだなっていうことをようやく理解し始めたと、そういう感じじゃないでしょうか。あんまり綺麗にまとまってない、あんまり言いたいことがこう言い切れてない気もするけど、まあ何せファイナルカットはなかなかいけてますよ。あとはね、でもあとその割り切った編集はっていう割に、結構やっぱ編集のそのカットのトリミングの操作が軽いっていうことは非常にそれ重要で、そこが軽いから、もうちょっとこう編集を来れるっていう部分もあるんですよね。なんか、まあ、重い、めんどくさい、じゃあいいや、もうここ諦めようみたいなこともなくて、ちゃんともうちょっと詰めようっていう気になるし、あとテキスト周りの扱いはやっぱりすごいよくできてる気がしますね。プリセットのアニメーションとかもすごい、こうタイトルアニメーションとかも凝ってるやつがいっぱい揃ってるから、やっぱりあのデフォルトの、デフォルトのなんて、プリセットのセンスが非常にいい。なんかアドビのやつとかってあれ意図的だと思うけど、すごいプリミティブなプリセットしか用意せずに、まあそれをプロの人がこう使いこなすことですげえかっこいいエフェクトにしようとするんだけど、やっぱ素人がそれやろうとするとなんかね、ダサいのしか作れないというか、ね、最初の敷居が高いんですけど、ファイナルカットは結構最初からもうプロ用ツールにもかかわらず、結構あのニュースっぽいテロップとか、ファンシーなテロップとかいろいろプリセットがよくできてるんで、なんかそこら辺もうまく活用すると手早くある程度クオリティが上げられるっていう意味では、ファイナルカットいいかもしれないですね。字幕とか入れるのももしかしたら慣れてきたらそっちだったらもっと入れるかもしれないし、とかを考え出すとやっぱり結構使い分けが非常に重要ね。 あとそうそう、これも大事なポイントだと思うんですけど、結構僕は今カメラを1個にしてとかいうところもポイントかも。昨日のやつとかももう、動画は、GH5 で撮ったソースだけっていう風に絞ってたから非常に処理が、簡略化できたんだけど、これがまたこう複数のカメラでとか複数のタイムラインでとかってなるとまた全然話が違ってくると思うんで、だから何せあのファイナルカットは少なくともこう結構僕のなんかブロガー向きなんじゃないかなってすごい思い出してきた。なんかそんなに凝った編集は必要じゃないけど、毎日コンスタントにアップロードしたいとかいう時には、あの 4K をこんなに軽く扱えるっていうのは非常に重要で、まあ、Apple のその技術は本当にどこから来てんだっていうか、クイックタイムから来てんだろうけど本当すごいよな。だからこそあの iPad とかでも結構サクサク、iPad で 4K 動画がサクサク編集できるとか、完全にそれだもんね。そのおっさん、うっそー。
短パンで、そこら辺のソフトウェアの最適化がよくできてるからできてるわけで、まあまあ何せすごいわっていう話ですね。あとはそれも午前中に話したよと話したのようにかぶっちゃうかもしれませんけど、ファイナルカットのすごいいいなと思ったところは、YouTube のアップロードまでが一気にできる、一気にできるっていうのは本当にすごい生産性につながって、もうアップロードしちゃって、エンコード始まっちゃったらもうそこから手放しで、アップロードまでいけて、まあ本当はね、普段の時にあんまりそれは僕もやんなくて、なぜならやっぱり最後確認したいからなんだけど、本当にその出先とか、出張中とかに編集するにはまあ最適だから、いろいろダラ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 な図体から例によって喋ってますけど、出張時に動画編集を YouTube で 4K の動画編集したいんだったら、結果的に、ハイスペック PC を買うよりも、MacBook Pro を買って Final Cut Pro で編集するのがいいっていう、昨日の踊り散歩中に思いついた、アイデアはかなりいけてるんじゃないかと僕は今思ってるっていう、そういう次第ですけど、めっちゃ怖いな今の、なんか変な鉄の棒を持って、空き缶を何かしようとしているおじさんが怖すぎた。どういう世界だよこの街は。寒いし、てな感じでね、まあちょっと出張の準備としては着々と出張の YouTube 準備としては着々と進んできて、まあ仕事もおかげさまで順調なんで、こう出張を頑張りたいなと思うんだけど、やっぱりね、ようやく時差ボケがね、ここ1、2週間でね、完全に抜けて、すごい体調がいいんですよね。体調がいいっていうのは別に風邪ひいてないとかじゃなくて、なんかこう頭がすっきりしてるっていうか、なんかちゃんと、100% は無理だけど、 CPU がなんかちゃんと回ってるっていう感じ。なんか今まではなんかちょっとずっとどっかでなんか時差ボケタスクがこうずっと CPU の 30% ぐらい使ってて、いつもそのぐらいのCPU の処理がこう失われてたみたいな、そういうイメージだったんだけど、それがなくなって負荷が軽くなったような気がするから、ちょっとね、これをもうちょっとキープしたいなっていうのは正直あるんだけど、まあお仕事だからしょうがないということで、いやまだ今日でも動画撮れてないんだけど、カット練習したいかな。まあ、今日はでもあれか、あれだもんね、ポッドキャストの日だし、 YouTube ライブでもまた同じこと語っちゃうかな。どうなんだろうね。まあちょっとやってみるかな。ちょっくらファイナルカットプロをこう1日しか使ってないで、ファイナルカットプロについて語るっていう暴挙に出ようかな。そんな偉そうなことしてファイナルカット警察に怒られないかちょっと不安だけど、それは面白いかもしれない。